皆さん外科と内科の違いってご存知でしょうか街を歩いたり病院に行ったりするといろんな科の看板が目に入ってくると思います眼科耳鼻科皮膚科形成外科整形外科、えー、あるいは消化器科、えー、循環器科などなどです外科と内科の最も大きな違いというのは結局のところ手術という治療の選択肢を持っているのが外科ということになりますでその手術というのは患者さんの体にメスを入れて 何か悪いところを取り除いたり縫い合わせたりして治療をする、まあ、そういうことが法律的に許されているかが外科でそういう科を総称して外科系ということになります私はお腹の中の臓器例えば胆のや膵臓いや大腸そういう手術を手がけている腹部臓器の外科医でありますで今日のお話はその手術がこれまでどのように進化してきたのかまた今現在の手術はどのような手術をしているのかまた 未来の手術、君たちが外科医になって働く頃どのような手術をしているのかというようなお話をします。ところで、皆さん、バック・トゥ・ザ・フューチャー2ってご存知でしょうか多くの方は、おそらく USJ で見たとか、小さい頃にテレビで見たとかいう方が多いと思います。もし見たことがない人がいたら、ぜひ、今日の帰りにでも借りて帰るかダウンロードしてみてください。非常に面白い映画で この映画は1985年に30年後の未来である2015年の世界を描いています2015年ですからもう2年前になるんですが高速道路を空中の車が走っていてホバーボードといいましてスケートボードが空中を浮いたりしていますでその2015年はもう終わってしまったのですがさすがに車は浮いてないしスケートボードも浮きませんでも超小型のヘリコプターは空を飛びチェスや将棋の名人はコンピューターに負け 魔法の手がかみのようなスマホはみんなに行き渡っていますこのように物事は必ず進化しますではお腹の手術はどうでしょうこの30年で世界中の外科医の努力により20世紀には大きな傷が必要であった手術がほとんど目立たなくできるような時代になってきましたあなた方がバリバリ社会に出て働く時の手術これはもう誰にも分かりません手術が未来どうなっているか一緒に考えていけたらと思います